皆さんこんこにちは第2回の今日は英語の強制リズムを保つために必要な音変化現象そしてその中でも動化についてご紹介したいと思います英語のリズムは強制リズムを持つと言われ強制を受けた音節が大体低感覚で起こります このリズムを保つために英語話者はさまざまな工夫をしますその工夫の一つが音変化と呼ばれる現象です単語を単独で発音する場合とは違いさまざまな小エネルギーを行うのが音変化現象ですがここでは3つの現象を紹介します同化は隣り合った2つの音がお互いに影響を与え合い 一つの音になる現象です連結は先行単語の語末の詩音が後続単語の五等の母音とつながって発音される現象です脱落聞こえなくなる音は詩音が続いたときに前の音が聞こえなくなったり脱落したりする現象です。 同化は超音エネルギーの節約であり砕けた口調でよく起こる現象です隣り合った死因がお互いに影響を与え一つの音になる現象なのです例えば Nice to meet you では「Meet」の最後の t の後に「you」という「y u という音が来ておりこの「t」と「y u の2つの音が。ちゅという1つの音にまとまります。ここで参考までにこのちゅという音についてご紹介します。同化現象で使われるちゅちゅの2つの音は破閥音と呼ばれる音です。破裂を作って出す破裂音と摩擦を起こして出す摩擦音と合わせた音です。 具体的に言うと破裂音と同様の閉鎖を作りますが閉鎖を開放する際に摩擦音が発生する死音,音のことなのです日本語にも似た音がありますので発音上は難しくありませんでは動画を練習していきましょう先行単語がそ,それぞれ「t」る「d」「s」で終わり 次の単語が「You」で始まる文を練習しましょう一つ目は「T」で終わり「You」で始まる文です「Meet You meet」you. のように別々の単語として発音せずまとめて発音します Nice to meet you Nice to meet you.I'll let you go.I'll go. put you through.I'll put you through. 次はるの後にゆで始まる音です。 Did you know that? Did you know that? I need your help. I need your help. Would you hurry up? Would you hurry up? 最後に。 s の後に「u が来る音です。I miss you.I miss you.Yes, you can.Yes, you can.I、yes, you can. guess you're right.I guess you're right. いかがでしたでしょうか。がででししたょう同化は必ずしなければならない音変化ではありません特に S の音の場合には同化しない話しゃも多いようです言いやすいようでしたらやってみてください